こんにちは、アニマル海岸です。はい、ということでですね、今回なんですけども、こちらにいるね、ミゾトカゲのハンちゃんに錦鯉をあげていきたいと思います。最近ね、マニさんからいただいた180の水槽が外にありまして、そこでね、お魚をたくさんストックしてありますので、そちらからね取ってきてハンちゃんにねあげたいと思います。はい、どう、なぎちゃんめっちゃいるでしょ、これがこっちにいいのが全部錦鯉の稚魚ですね。金魚はではないです。これ全部錦鯉と、あとフナ、茶なんて紺の黒っぽいのが全部フナで、ドジョウもいるね。ドジョウもいっぱいいて、今日は錦鯉をねあげていきます。ちょっとねこっちだとキャパオーバーすぎて、こっちにもねちょっと映したんですけど今からまあここの錦鯉も減らして、ちょっとね数をストックできるようにしておきます。すごいね、水族館じゃん、あ、命の危機を察してるよ、みんな暴れてる。錦鯉だけあげたいんだよね。結構とっても、あ、こんぐらいでいいかな。はい、もうすでにねちょっと1匹弱ってみたいだから、これも一緒に。こんぐらいなの食べれるかな。こんぐらいにしときますか。はい、じゃああげてきますか。はい、じゃあハンちゃんね、お待たせね、ちょっとねこっち側いっぱい来た、こっち側来といて、ここにもう水桶ごと入れちゃうね。よいしょ、さあ、いざ10食、さあ食べてください。上からほら取れるよ、こっちこっちこっち、ほらほらほら、見つけて、お、見つけたか。いけ、ハンちゃんは上手ですからね。あれ、なんかみんなして錦鯉あんまり動かないぞ。割れないようにしてるのかな。あ、気づいたか。うわー、おおお、いや顔痛そうめちゃめちゃ強い勢いで水桶に打ってるけど、ハンちゃんはその場で食べるね。すごいね、さすがハンター。いけいけ、うわー上手、これはうまいわ。おおー、上手、上手に取るわ。まだいっぱい入ってますからね、上手に取れるかな。うわー、いいね、金魚すくいにハンちゃんが入ったらもう全部食べちゃいます。どっちがじゃあたくさん取れるか今度やってみようかな。金魚すくい、金魚を用意してポイで俺は挑戦して、うわ、もうパク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 食べてるもんな、さっきからもう片手かけながらあらよって感じ。ね、ハンちゃんもかなりもっと大きい水桶で今度あげてみたいな。この間テン君とケニーちゃんがフナ食べるので使った水桶ぐらいのところでみんなでちょっと食べてもらおうかな今度。やっぱ水桶こんだけちっちゃいと簡単だね、ハンちゃん。この間セン君もドジョウをあっさりと捕まえてくれたけど、いやいいね。普通に金魚にしか見えないんだよな、この錦鯉。餌用でたくさんもらったんだけど金魚にしか見えない。いいね。でもやっぱ錦鯉こう金魚っぽいのみんなしてるから多分ね見やすいんじゃないかなと思うんだよね。フナだとさ、前ケニーちゃんと天空にあげた時はなんかあんまり見えてないような感じだったんだよね。あら、もういいの？あ、まだ食べるかな。おー、上手食べました。ちゃん、いやー、現地の写真とかでナマズとかをさ食べてるの見るんだけど、ハントしてるの見てみたいな、生で。実際どうやって、どの程度浅いところでとかさ、こんな感じで捕まえてるのかとか、はたまたもうなんか死んだのしか食ってねえのかとか、そういうのを見たいからな、現地の調査をしてみたいですね。おー、上手、素晴らしい、さすがだ、はんちゃん。お、取った。取った？取った。さすが。俺もあるものを今、あることを忘れてた。じゃじゃーん。ほい。これでじゃあ取ってあげるね、はんちゃん。俺もほら、金魚すくいは町内じゃ一番だったから、ほら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 、上手だよ。ああ、いくね、取ってあげるからね。ああ、そっちは早かった、やばい。これ本当になんか金魚すくいバトルしてみたいの。これ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 、ほら、上手でしょ、俺。落ちそしたらほら、すぐ食べてくれるんじゃない。取ってあげたら、おお、ありがとうありがとう、ほらほらほら、それは上手。わあ、上手上手、さすがですね。俺がこう取ってあげてね。ああ、破れた、破れちゃった。終わり。もう終わり。俺3匹取ったかな、結局。俺縁でいっちゃうから、俺縁で、ほら、あちゃ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 。もういいや。わあ、そうそうそう、食べてくれました。いい感じだね。じゃあちょっともうはんちゃんは出て、これは残りはレオくんにあげますね。あ、ごちそうさま。結構減ったんじゃない？ほら、すごい減りました。これぐらいならもうレオくんがね食べると思うから、これレオくんに入れよう。上手じゃなかった？すくうの上手じゃなかった？なんだ、なあちゃんの方が上手。本当は？うん。じゃあ今度やろう。金魚すくい対決。うん。レオくんあそこ、レオくんそこにいたらあなた水桶置けないんですよ。怖がるくせに近くに来て見てくれたな。そう、これ怒ってる。はいはいはい。おお、じゃあ金魚に気づけるかな、レオくん。さあレオくん見てますね、レオナルド。おお、上手。ああ。レオくんさすがだ、上手上手、綺麗だな、カラスレオくん。おお、食べますか？おお、レオくん上手だね。しかも自分が水桶に入らないから、確かに賢いね。うん、はんちゃんより賢いかもしれない。はんちゃんも使っちゃってたから。そういいね、レオくん。わあ、上手に食べました。もうこんぐらいならね、レオくんが全部食べれると思うから、このまんまレオくんの水桶に。うわ。よいしょ。うわー、上手。え、うまくない？うまい。一番うまいじゃない？はんちゃんと同じぐらい上手だよ。わー、食べました。まだまだあるからね、レオくん。そうそうそう、上を越えない。うわ、おお、一番ワイルド。あれ、レオくんそういえばあんまり魚ってこう泳いだのあげたことなかったかも。知られざる才能だったね。って言って褒めると下手くそだった。頑張れ頑張れ。おおお、すごい上手に捕まえますね。これぐらいの浅瀬だったら自然でも捕まえて食べてんだろうね、多分。多分よいしょ。よおー、うおー、うわー、すごい。やっぱこう捕まえるのってこう見てて楽しいですよね。ああ、めちゃめちゃかっこいい。気入れました。いけいけいけい。ああ、食べました。はい、ということでですね、レオくんと、レオくんまだ食べてるんですけどね、ハンちゃんに錦鯉をね、あげてみました。いや、本当にね、外に180度の水槽があるので、新鮮なね、お魚をいつでもあげれるということでね、今後もね、生きた魚を捕まえるシーンだったり撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。